新技習得で躍進、ハイルモチリキです。本日はですね、昨シーズン結果を残した構築を紹介していきたいと思います。今回紹介する構築なんですけど、昨シーズン最終220位、レート2045を達成したサイクル構築になります。まあ、今回この構築なんですけど、まあ、結構ね、アタッカーはね、スカーフミズウーラ、メガネカミ、ハチマキランドロスと、まあ、結構ね、ポピュラーなポケモンが多いんですけど、まあ、今回ね、このコバルオンが非常に面白い型で採用されていて、まあ、持ち物直帰でね、技がボディープレス、メタルバースト、ヘビーボンバー、真空波の4つなんですけど、まあ、結構ね、このコバルオン耐久値も優秀で、B が高いので HD に割いても、まあ、物理も受けていけるし、特殊に対しても直帰と合わせて強く出れる。で、かつね、この先ほど言った4つの技、実はね、すべて新技。ということでね、この新技習得で大幅強化されたコバルオンを中心にね、このサイクル構築の強さを何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、ランド・ブリジラス、サンダー・ウーラオス・海流・羽ばたく・カミド。はい。一旦神プラスコバルオン、アット1が、まあ、裏かな。いや、でも相手のランドロス重くなっちゃう話はあるか。ちょっとこれ先発ウーラオスとかの方がいい。いや、でもな、これサンダーの処理も、まあ、でもいいか。ウーラオスでトンボ返りから入って、まあ、神投げたらアドバンテージ、テンポ取れるみたいな。で、なんか先発直帰の、ランドロスとかにも強いから。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発ブリジラス、オッケー、いい。あ、じゃあ、ここはトンボ返りから羽ばたく神出していきましょう。そうだね。まあ、ここはトンボで。相手は引っ込める、オッケー。それはでかい。サンダーかなー。はいはい、サンダー。ちょっとマジ静電気やめてね。やめてくださいね。さあ、ここはトンボ返り。さあ、削りを入れつつ裏につない。もう、マージで面白くないな。マージで面白くないな。これ、やばいね。結構やばいね、この麻痺。盤面動くレベルのやばさ。まあ、ここは羽ばたく神投げていきましょう。裏ただね、神のね、ムーンフォース結構きついはずなんで、まあ、一旦スムーンフォでいいかな。サンダーボルチェーンとかな気がするし、ここ。サンダー削りつつ、プラスはね、まあ、切ってもよかったけど、切らなくても別にそんなに困んなそうだから、サンダー2角取れてるんでね、多分。だここはムーンフォース、まあ、多分ボルチェーンかな。おーおーおー。ん？お盆か。はい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 。まあ、テラス切ってもよかったかな。ああ、ウィノミか。相手はボルトチェンジ、まあ、そりゃそうだ。いやー、ちょっとマジで麻痺痛いな、さっきの。マジでやばいという話はあるが、ランドロス、ランドか。ランドか。まあ、ウーラ投げようかな。飛行テラバの場合は、まあ一応コバルオンでまだどうにかなるから、ただね、ウーラ出して、まあアイススピナーが一貫してるから、で、まあダメージ見て、ハチマキだったら、まあ、まあ、その飛行テラバはまだコバルオン出せるから、ハチマキだったら、神で上から縛れるから、これでいいしね。まあ、スカーフっぽいけどな。自信オッケー。痛え、いや、しないか。しないとやばい。負けないそれ。麻痺で負けない水流とか。あ、引っ込める。オッケー。それはありがたいですね。サンダーかな。サンダー。オッケー、全然いい、全然いい。よし、動くよ。ナイスナイス。水流、さすがに落とせそう。うん。まあ、サンダー突破すればちょっとコバルオンの通りが良くなるから、これはこれで悪くないっすね。うんうん。あ、引いてくるってことは、これ、相手ランドロス、あれかな、スカーフじゃないんかもね。直帰とかかもな。相手はブリジュラス。ブリブリ。どうしよっかな。まあ、ウーラオスの役割が、ぶっちゃけそんなにないんだけど。あ、まあでもコバルオン出すか。そうだね。まあ、ウーラオス一応ランドロスの上取れてたら嬉しいし、ここはコバルオン投げていきましょう。コバルオン、相手はテレスロック。なるほど。まあ余裕あるもんな。じゃあここは、まあボディープをしましょうか。レンジ波、嫌な技お持ち。どんだけ麻痺巻きたいんだよ、相手。サンダーディン、レンジ波ブリジラスって。はい、ボディープ。あ、いい火力、頑丈な方ですね。あ、持久力なんだ。あ、柔らかいな。てか、あれか、コバルオンのボディープが強いのか。あー、いい火力してらっしゃる。ここ、羽ばたく神引きます。ここかなりここボディープレスありそう、相手。幅髪投げて、アイアンヘッドあっても打ってこないから、ここ幅たく髪投げでいいはず。ここボディープケア。流星群、OKOK。まあまあまあ、特殊ならそれはそれで OK。ただここはムーンフォースでいいかな。テラスまで切るかどうかか。テラス切っちゃっていいかな。テラスムーンフォで。で、ランドが鉢巻きだったら、羽ばたく髪で勝てるし、そうだね。髪で勝てるし、鉢巻き以外だったらね、一発コバルオンが自信耐えると思うから、で、回収のメタルバーストで倒せると思うんだよね。ちょっと麻痺だけケアできてないんだけど、まあ、それはしょうがないでいいんじゃないかな。さあ、とりあえずムーンフォースでブリジラスを突破していく。ナイス。さあ、ラス1次第。ランドロスの型次第ですね。さあ、ランドロス出てくる。
さあ、まあ鋼テラスだったらここで切ってくると思うから、まあそれはそれでいいんだって。あ、スカーフですね。はいはいはい、じゃあちょっとコバルオン君に頑張ってもらいましょう。動いてください、本当に本当に動いてください。許されちゃいけないからね、そんな所業は。何度の地震耐えると思ってるんだけどな。ここはコバルオン、あ、ウーラはもう耐えないんでね、さっきのダメージ的に。まあ一応乱数ワンチャンあるかもしんないけど、まあ普通にコバルオン出してっていいでしょう。ここはメタルバースト打っていきます。頑張れコバルオン。さあ地震、あ、しっかり耐えて、あ、じゃあ開始のメタルバーストでランドロス突破して勝ちと。素晴らしい、ナイスすぎ。いや、いいね、このコバルオンのメタルバースト採用の良さめちゃくちゃ出ましたね。はい、対戦ありがとうございました。ガチで強かった。チャンネル登録高評価よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがラティオス、サーフ号、羽ばたく神、不思議花、ウーラオス、ハッサムと。どうしますかね。まあ一旦ウーラか羽ばたく神から入りたいかな。まあ戦術は多分ね、神コバルオンウーラオスでいいんだけど、相手の不思議花どうするかだよな。まあ一旦ラオスか、ラオスコバルオン羽ばたく神でいいかな。いや、ちょっとサーフ号やばいっていう話はあるんだけど、サーフ号やばいからホノポン欲しいな、これ。神外していいか、これ。いやー、全然ありだな。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、ラティオス。メガネかスカーフか。スカーフ切っていいか、これ。小腹の後投げもな、ちょっとラスターファージにはそこまで強くないから、スカーフ切りてー。トンボ。オッケーオッケー。多分相手スカーフですね。ここはトンボ返りでテンポが取れている。相手の裏から来るのは不思議花。おー。特殊に後投げす、あ、物理に後投げするんだ。なんか神受けの直帰とかなんかなと思ってたけど。あ、結構柔らかいな、でも。ここは一旦オーガポン投げてっていいんじゃないかな、さすがに。そうですね。ここはオーガポン投げていきましょう。ここはオーガポン。どうしようかな。まあ、素直にラッティーナゲールか、ヘドロか。はいはいはい。ヘドロだったら、まあ、多分だけど、なんだっけ、炎テラスとかはないと思うんで、素直にツタコンボで殴っていきましょう。まあ相手もラティオス投げとかじゃないかな。うん、そうだよね。オッケーオッケー。ラティオスでメガネ流星群打っていくとかじゃないかな。さあ、ここはラティオスに対して削りを入れていきましょう。さあ、ツタコンボ、おう。あ、よいしょ。強っ。よいしょか？さすがにね。オッケーオッケー。これはちょっと運がいいですね。メガネっぽくはあるんだけど、まあ一旦ラティオスじゃないや、コバルオン投げよっか。多分流星群しか打ってこないんで、ここ、まあ最悪ラスパ打たれてもギリいけると思ってる。ここはコバルオン投げていきましょう。相手は流星群、かわいそうに。まあまあまあ、ここは大したダメージになっていなかったんで許してほしい。ここは一旦ヘビーボンバーで削りを入れていきましょう。おそらく相手はもう一回不思議マナを出してくるんじゃないかな。あ、クイックターン、あ、こだわってないんだ。はあ、面白い。え、何なんだろう、型。さあ、相手の裏から来るのはサーフ号。それはちょっとめんどくさいが。ヘビーボンバー。あ、結構入るね。柔らかい寄りか。ここメタルバースト打ちます。サーフ号別に裏で処理する必要もあんまりないと思うから。ここメガネサーフ号のシャドーボールとかをケアした方がいい。オッケーオッケー。ここはシャドーボールに対してメタルバーストがぶち刺さって、あ、硬すぎる。硬すぎて刺さっていないかもしれない。メタバー。いや、でもいい火力ですね。ちょ、一旦ヘビボン打とうかな。これ引いてくる気もする。よし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 、読めている。これはしっかり読めていて。さあ、相手の裏から来るのは不思議花。これは削っていきましょう。あ、ここワンチャンオーガポンバックでもよかったかもな。釣りで。シャドウも打たれても最悪大丈夫だったし。ちょちょ、無振り不思議花の下取ってる。あ、でもどっちにしろあれか。下取ってそうだけど、ここ、あ、危ない危ない危ない。ここ光合成だと思うからオーガポン出していきます。まあヘドバック一定数打てるんだけど、まあ、打ってきたら打ってきたらいいかなみたいな。相手結構きつくない？オーガポン。オーガポンプラスコバルオン。あ、ここヘドバックは一応あるよね。あー、ヘドバック偉いですね、相手。だだだだだだ、毒引かないで。よしよしよし、セーフ。とね、ここはもうテラスを切っていいはず。ここはテラススタコンボを打っていきます。相手誰もオーガポンのテラススタコンボを受かってないから。いや、ちょ、さっき1個前のターン、オーガポンバックでよかったな。オッケーオッケー、相手はテラスを切っていな、あ、じゃ相手は交代していない。これね、不思議花にテラス切ってくれればウーラウスの一環が多分できるんで、基本勝ってるんじゃないかな。うん、そうだね。多分毒テラスとかだと思うから相手。さあ、ここは面影宿しで、栄養上げつつ、相手はテラスを切っていない。オッケー、不思議花さえ突破すればコバルオンの一環が多分できるはず。うい、はい、強すぎ、ナイス。よし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 。さあ、このターンどうするかですね。居座っちゃっていいかな。ラティオスから来ると思うんだけど。あ、そうだよね。相手はラティオス。こだわってないんだったら、ちょっと待てよ。
ハーフ号の処理は、育ってないんだったらコバルン後投げ成立しそうだけど、ワロン投げようかな。一旦まだ取っときましょう。ここはコバルン、うん。クイターンあるからね、直帰とかじゃないかな、これ。ラスターパージ。まあ、そりゃそう。待って、強っ。ラティ強っ。いや、まあでもこれは、まあいいか。普通にコバルン切っても問題ないから。ここはまあ一応ヘビーボンバーかな。まあ、交代してきてくれた時にアドバンテージが取れるんで、相手はラスターパージでコバルオンは突破されてしまいますが、いや、基本勝ってるんじゃないかな。ウーラオスの、そうだね、トンボ返りで勝てそう。ここ。ここトンボで勝ちかな。そうだね、トンボ返りで。さあ、トンボ返りでラティオスを突破しつつ、オーガポンに出していき、オーガポン出していきましょう。え、勝ってる気がするけどな。多分なんかね、サーフ号を落とせるのが、オーガポン、あ、サーフ号がオーガポン落とせるのが多分だけど、パワージムだけ。まあ、シャドーボールもワンチャン落ちるかな。10万ボルトだったら多分耐えると思うから、いけるんじゃないかな、これで。まあ、そもそもウーラオス多分耐久振ってるから、スカーフ10万ぐらいなら耐えるし、埋め切れているんじゃないでしょうか。さあ、サーフ号。うん、この HP なら大丈夫でしょう。ここはツタコンボで。相手はシャドーボール、ワン耐えんかな。あ、さすがにか、さすがにか。そうね、さすがにか。さすがになんか8時、半分弱は入るか。4割ぐらいだもん、多分。いや、でも詰め切れているはず。水テラス以外は勝ってるんじゃないかな。さあ、ここはウーラオス。いけてそうですが、ここは水流連打打っていきましょう。さあ、相手はテラスを切ってくる。いや、水テラスありますか？いや、スカーフは飛行な気がするんだけどなー。それか、鋼。ゴーストか。あー、なるほど。1か。あー、ワンチャン？ワンチャン落ちる？いや、でも耐えない。耐えるでしょ、多分。耐久ってるしね、ちょっと。シャドーボール、スカーフシャドーも。いや、耐えるはず。10万も耐えるからね。オッケー、しっかり耐え切って、返しの水流連打で勝ちですね。ナイスすぎー。オッケー。いや、素晴らしい。なんなら水テラスでも落とせてそうだったな。さすがウーラオス。いや、よかったですね。みんな強かった。オーガポンでね、サイクル破壊しつつ、コバルオンでね、切り返していく動き。ラストはウーラオスで締めていくと。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このコバルオン入りサイクルの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。いや、本当に強かった。やっぱりね、このコバルオンの良さなんですけど、相手のね、神に対して結構強く出れるところ。もともとのね、B 種属性が高いことによって、まあ、HD に割いてもね、しっかり相手の物理技も耐えて、まあ、物理特殊ともにね、メタルバーストで切り返していけたり、まあ、あとね、ボディプレイヘビーボンバーあたりで削っていけるということで、いや、本当にね、優秀なポケモンだったんじゃないかなと思います。いや、本当にね、このコバルオン中心にね、この火力を押し付けていくサイクル、非常にね、強力だったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんか詳しいことはね、元の構築記事の方を概要欄に載せておきますので、ぜひね、そちらの方もチェックしてみていただけたらなと思います。まあ、なんか基本的にはね、神プラスコバルオンプラスウーラオスかランドロスっていう選出が基本になってくると思います。新技を習得したコバルオンのね、強さを実感できるいい構築だったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、昨シーズン最終3桁以上達成した方の中で動画で構築を紹介してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、 Twitter の DM もしくは YouTube のコメント欄にて構築記事の方を送ってきていただけたらなと思います。またね、終盤のランクマッチで即公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。